今回は先日日本結婚相談所連盟 IBJ がプレス発表した性婚白書2020から男性の年収から見る性婚のしやすさについて話をします。 IBJ 会員は年収600万から2000万円未満の方が性婚しやすくなっています。年齢別に見ると20から30歳前半は500万円以上、30代後半から600万円以上、40代は700万円以上と、年齢とともに性婚しやすい年収も上がっていきます。私が35歳で婚活を始めた時は男性500万円以上と言われていましたが、今は男性35歳で600万円を求める時代になっています。